初代 PHA 会議を始めさせていただきます。まずはじめに説明があります。知事、よろしくお願いします。はい、夏休み期間中の子どもの安全確保についてです。先週から子どもたちは夏休みに入り、外出の機会が増えています。大阪府と大阪府警では子どもたちが犯罪被害に遭わないように府民の皆さんに呼びかけてまいります。今年の上半期は13歳未満の子どもを狙った強制わいせつが昨年よりも増加をしています。子どもたちが被害に巻き込まれないように府民の皆さんにおかれましては、地域でのパトロールや見守り活動の強化をお願いします。またご家庭でも子どもが外出する際には、大きな音を出す防犯ブザーを持って出るようにお子さんに習慣づけをお願いします。大阪府では8月を子ども110番月間としています。もしもの時に子どもが助けを求めて逃げ込める子ども110番の家の周知や、一人で遊ばない、知らない人についていかないなどの子ども110番5つの約束の啓発を市町村や民間企業と協力して行っております。現在大阪府内で子ども110番の家にご協力いただいている家庭や事業所は約17万3000件あります。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございます。地域の子どもは地域で守り、子どもたちが安心して暮らせる環境を確保するという運動の趣旨のご理解の上、今後もご協力をお願いします。なお、夏休みは開放感などから子どもが、少年が非行に走りがちです。府民の皆さんには地域ぐるみで合同パトロールを行うなど、非行防止活動にも引き続き協力をお願いをいたします。次に、大規模盛り土の造成マップの公表についてです。南海トラフ巨大地震や、上町断層帯の地震などから府民の皆さんが自ら生命財産を守るためには、普段からお住まいの宅地の状況を知っていただき、必要な備えをしていただくことが重要です。防災意識を高め、災害の事前防止や被害の軽減につなげてもらうワンステップとして、本日大規模盛り土造成マップを公表いたします。大規模盛り土を造成、地とは、谷間や、斜面に盛り土を行い造成された宅地のことです。盛り土そのものは、宅地造成で一般的に行われるものですが、阪神淡路大震災や東日本大震災等の大地震で一部、造成地で被害が発生したことから、国がガイドラインにより一定の面積や高さの造成地を、公表の対象と、するよう定めています。このマップは大阪府が政令市、中核市等を除く32市町村の造成前と造成後の地形図などを重ね合わせることにより抽出したものです。大規模盛り土造成地の大まかな位置と範囲を示したものですが、危険な箇所を示すものではありません。なお、府調査のうち、旧市町には、大規模盛り土造成地はありませんでした。一方、政令市、中核市等においてもそれぞれ独自で調査を実施しておりまして、すでに公表している堺に加え、7市が新たに公表をいたします。まずは府民の皆さんにこのマップを活用して、大規模盛り土造成地がどこにあるかを知っていただきたいと思います。また造成地の土地所有者の方は、擁壁が膨らんだりするなど異常がないかどうか、日頃から管理点検をお願いします。宅地に異常が見つかった場合は、府に相談をいただければ、現地確認や技術的支援などの相談に丁寧に応じてまいります。次に、大阪府営住宅の大阪市への移管について、大阪市内の府営住宅のうち約1万戸について、来月1日に大阪府から大阪市に移管し、大阪市営住宅となります。府営住宅の運営は、住民生活を身近で支える基礎自治体の、が担うことが望ましいという考え方に基づき、府市で移管の準備を進めてまいりました。移管され、管理が大阪市に一元化されることで、住民に分かりやすいサービスを提供でき、子育て世帯の入居促進など、より身近な、地域のニーズに対応したまちづくり施策ができると考えています。今回は建て替えなどの事業中のものを除いて、市内すべての府営住宅が対象です。また、建て替えなどが完了したものは、順次移管することとしております。
なお土地建物については無償譲渡、現状融資とし、被災償還は大阪市が負担をいたします。移管後の管理制度は原則として大阪市の制度を適用とするとしていますが、移管時点ですでに入居されている方については現行の府の家賃制度を適用するなど経過措置を実施をいたします。また新たに募集を行う場合には地域外の府民の方でも応募できる枠を一定確保する予定です。次に大阪の特産品を販売するネットショップのオープンについてです。国の地方創生交付金を活用した事業を紹介をいたします。まず消費喚起大阪名物商品販売事業ですが、大阪の魅力ある特産品を 通常の価格の3割引で販売するネットショップ大阪いいもんうまいもん市がいよいよ明後日の24日正午にオープンします。府が認証するおぼろ昆布、水なす、漬けなどの食品や、堺の包丁、キリダンスなどの工芸品、雑貨を合わせて約140商品販売をいたします。商品は順次拡大していきますのでお楽しみにしてください。なお7月24日には営業本部長のモズヤンが通天閣展望台でオープンのカウントダウンを行い、展望台の来場者への PR うちわを配布いたします。また東京都庁で開催中の大阪丸かじりフェアでもモズヤンがネットショップとの PR を行う予定です。この機会に大阪いいもんうまいもんを全国の皆さんに知ってもらって買ってもらいたいと思います。ネットショップは期間限定ですので皆さんお見逃しのないようにお願いをいたします。次に福祉的、次に福祉的配慮が必要な府民に対する大阪モズヤンカードの配布についてです。先ほどと同じく地方創生交付金を活用した事業として福祉的配慮を要する方々に対し、無料でプリペイドカードを配布します。プリペイドカードは大阪モズヤンカードであります。これです。重度障害等で、常時介護が必要な方には1人当たり5万円分、社会的養護を必要とする、児童等には1人当たり2万円分があらかじめこのカードにチャージをされています。株式会社 JCB のプリベートカードプレモが使える全国30万店以上での店舗で使用ができます。カードで購入できる一品について特に制限は設けていません。せっかくの機会ですので普段なかなか買えなかったものを買っていただければと考えています。カードの使用期限は来年の2月の29日までです。カードの対象になる方に対し7月の下旬から順次申し込み書を郵送しますので配布を希望される方は早めに申し込み手続きをしてください。次に、全国、高等学校、総合体育大会についてです。大阪府を含む近畿6府県で開催される全国高校、総体インターハイがいよいよ7月28日に開幕します。大阪府内では全30競技のうち体操、バレーボール、ハンドボール、テニス、自転車競技、投げ縄の6競技を開催します。これまで、大会には、大相撲の白鵬関や元陸上選手の朝原さんなど多くの方々からの応援メッセージをいただいております。府民の皆さんには全国から集まる高校生トップアスリートの戦いをぜひ会場で応援をしてください。この中に2020年東京オリンピックで活躍をする、まさに金の卵がいるかもしれません。報道各社の皆さんには全国高校総体が広く知ってもらえるようにご協力をお願いをいたします。僕からは以上です。それでは質問を受けしたいと思います。まずはじめ関西テレビの中村さん、よろしくお願いします。関西テレビの中村です、お願いいたします。まず夏休み期間中の子どもの安全確保についてですが、データでですと強制わいせつの件数全国ワーストとか、刑法犯少年の検挙報道人数についてもワーストの数字が並んでますが、知事としてまずこの、不名誉な数字についてはどう受け止めますか。
まず、13歳以下の、ね、犯罪、性犯罪被害については、これ、前年対比伸びてますんで、これはまあ、もちろん大阪ももちろんですが、府警、そして、市町村、地域の皆さんと、さらにちょっと協力をしてですね、この性犯罪、13歳以下の性犯罪について、もう徹底して撲滅するように取り組んでいきたいと思います。それから声かけ事案については大阪府では、どんな事案であればあってもですね、ちょっとこう不安になった声かけられて不安になった場合はもうどんどん声かけ事案を通報してほしいという、そういう形で通報しやすい、システムを取っておりますので、ね、他都道府県と比べてちょっと圧倒的に多い部分はあるんですけども、そこは通報しやすいという環境の中での話ですので、全てが犯罪につながっているかというところの検証は必要だと思っています。例えば道を聞かれただけでもそれが本人にとってはちょっと怖かったという、怖そうなお兄さんやったということであればね、それも通報の、一件にカウントされますので、そういうところもちょっと中身について検証して、やってみたいと思っています。その他犯罪については、ワースト非常に厳しい状況ですが前年対比、減少しておりますので、この取り組みを続けていきたい。要は前年対比では減少してますが、やはり他都道府県の方がもっと減少させているということです。でも減少していることは間違いありませんので、このまま毎年その減少を続けていけば、もちろんこういう犯罪についてはゼロを目指していくべきですから、そこを目指して、取り組みをしていきたいと思います。ワーストという数字が並ぶ中で子どもの110番の家ですとか17万件という数字ですけれども、今後、協力車両も含めて数を増やしていく必要性はお感じですか？これ相手あることですのでね、ご協力いただける方はぜひ協力していただきたいと思います。続きまして区営住宅の移管に関してですが、およそ1万戸について来月からということですが、この残りの区営住宅の移管のスケジュール等は決まっているのかということですね。あと改めまして市営に一本化することでのメリットや具体的に期待される効果というのを改めて聞かせていただけますか？まず大阪市に移管する部分については市内にある区営住宅すべて移管をするようにいたします。で、他市町村に対しては今ご協力いただける市町村とさまざまな協議中です。要はやっぱり、住環境というのはもうまさに身近な基礎自治体がですね、この大阪府域全体で企画統一するよりも身近な基礎自治体のお任せすることによってその地域の、独自のサービス等々もこれやれるようになりますので、ね、ぜひ公営住宅が、そういう、住むところについて基礎自治体が、担っていただくのが、住民にとってだとこう思っています。ただちょっと大阪市ね、心配があります。これは何かと言いますと現在大阪府の府営住宅は、住宅 の、 管理運営は民間の事業者に、民間事業者と大阪府供給公社、これがやっぱり切磋琢磨し競争する環境の中でサービスは充実をさせながら進んでいると。コストのダウンもやってます。コストダウン、管理、経費ですね。今まで大阪府住宅供給公社だけでやってる時と、例えば民間の不動産、事業者、補給、コミュニティだとかいろいろそういう、不動産管理事業者ですね、そういうところが
公営住宅の維持管理に、入ってきていただいて、その結果、維持管理経費税で負担している部分が、大体年間あれ、全くやってなかった頃と比べて、1年間で10億ぐらい、コストを抑えてこれてます。ところがね、大阪市、今度大阪市営住宅も含めて民間事業者を排除したまま、これはもう完全に、要は大阪市の、今の住宅供給公社一社独占体制、これが大阪府の上住宅が市に移った時にね、今までうまくいってる民間事業者の参入をもう認めないような、そういう制度にね逆戻りしないかどうかは心配です。今はもう管理委託、外注で、委託契約してる期間は民間の不動産、事業者が管理できるようになってますけど、契約期間はね。ところがね、大阪市が、橋本市長がやろうと思っても議会大反対です。大阪府です、これすごくうまいこと言った事例なんです。経費は落とせる、サービスは向上する。なのに大阪市はもう全くそれを議会が反対してね、自民党反対でやろうとしてない。だからここはもう大阪府営住宅が市に移った時に逆戻りしないかどうか心配ですね。一度調べてみてください。それと大規模盛り土造成地のマップの公表ですが、区民はこのマップをどのように見れるのか、実際に配布されるのかですとか、この方法と大阪府としてそのマップ配布をした後に、今後区民から問い合わせを受け付けるだけではなくて、積極的に例えば検査をしていくとか、そのような活動があるのかとか教えていただけますでしょうか。でこれはね、もうホームページで、見ていただくようにします。で、詳細はちょっと担当の方からお問いさせていただきます。マップにつきましては本日からホームページで公表しておりますので配布はいたしません。ぜひホームページからご覧いただきたいと思います。で、点検作業につきましては、知事からもありましたように、このマップは危険な宅地を示すものではなくて、自ら所有者の方が点検、普段から点検していただいて、災害の事前防止に努めていただくということを目的にしてますので、点検をまず所有者自らやっていただきたいと思います。で、その上でもし問題があれば大阪府はご相談に応じますので、もしご相談の内容によって危険だなと思えば、現地も大阪府で見に行かせていただきます。要は自分が住んでいる、宅番が、の状況ね、盛り土なのか切り土なのか、一切そういうものがない宅番なのかっていうのを、やっぱり、お住まいの、その所有者自身が、その状況をしっかり把握してもらいたい、そういうことです。盛り土だから危ないとかね、そういうことでは一切ありません。感謝から以上。他にございますか。産経新聞の渡辺です。明日の関西広域連合の部会、地域の受け付けみたいですけれども、奈良県が正式加入を表明するというそんな予定になっているみたいですけれども、奈良県の加入によってですね、期待する部分があるのかとか、するとこれまでの関西広域連合の取り組みというものに対してですね、実際に知事の書籍があまり見られないようにしているんですけれども、その点ちょっと関西広域連合のこれまでの取り組みの評価、あるいは今後の展望なんていうのを聞かせていただければと思います。関西広域連合がないよりはあった方がいいでしょう。資格試験が統一化されて、経費もぐっとその分を抑えられたり、それからドクターヘリも共同運行することによって単独で運行するよりは各、県の負担は抑えられているわけですから、で観光とかも関西全体で売り出す方が世界にも、よりアピール力は
要もあるでしょうしね、もうないよりはこれあった方がいい、で奈良県も入らないよりは入っていただいた方が、いい、まあ、こういうことです。まあ、一方で、その当初の目的としては、そのピンの出先機関の受け皿になるべしというところで、小池連合が設立された経緯があったと思うんですけれども、まあ、当然、相手の案の話なので、小池連合でどれだけ取り組んでいくということはあると思うんですけれども、まあ、一方で、連合出先機関の受け皿、出先機関会長が進んでない現状、あるいは小池連合としてもっとこういうことができるんじゃないかということではあるんでしょうか。これもうね、受け皿は出来上がってますから、小池連合ではもう、あの要望活動をするだけしかありません。要は権限持ってる側が渡してくれないと出先機関なんていうのは受けることができない。要はもう本気で地方分権するつもりがあるかどうかなんですけど、今のところ、当時民主党政権で今の自民党政権も本気では出先機関改革、分権改革をやる気はないとしか受け取れないですね。何度もこの国の出先機関の丸ごと移管について何度も国に対して要望提言活動はしてきましたけどね、やっぱお願いする側は何の権限もないですから、まあ、弱いもんですね。ちょっと話が先ほどの質問をかぶるんですけれども、内容にはあった方がいい、うん、まあもっとこういうことができる、あるいは小池連合として、まあ、こういう感じがあるんじゃないかっていう、そういう意識がいいですか。いや、まあ、広域連合というのは、関西、道州制を目指す、関西市を目指すものではないという位置づけになってますんで、要は多数決でものを決める、そういう意思決定ができる組織ではありませんから、今の、組織のあり方、であればね、まあ、今やってる、その課題がもういっぱいいっぱいのところかなと思いますね。朝日新聞の宮崎です。まあ、本日東大阪市のですね、うん、市長と会談される予定ですが、大阪モノレール総事業費がですね、まあ、今までその見込みではですね、国の負担も含めると1070億という、まあ、巨大な事業なんですけれども、まあ、これについてその、まあ、地方負担の330億のうち、まあ、大阪が200億兆負担することになると思うんですが、まあ、この規模とかですね、そのこのまずその規模についてどういうふうに事業の規模についてはお考えでしょうか。うん、それね、このあと、東大阪野田区長と会うんで、お会いした後に、答えます、ね、でないとさっき記者会見で俺が全部言ってしまったら東大阪市長にもうなんかキーワードするんだ、ね、東大阪市長とちゃんとお会いして、まあ、事務方でいろいろ提唱してきまして、してますけども、お会いしてちゃんと2人で確かめた後、2人で、皆さんの質問に答えます。今言ってしまうと、はい、キーワードしてもう変えてしまうと思います。わかりました。うん、後でじっくり聞かせていただきます。うん、他にございますか。日本経済新聞の種田です。今日 の発表の議題の案件に戻りますけれども、不営住宅のことで、さっきのお答え、もう少し詳しく伺いたいです。他の自治体におけるそのスケジュールについては、まあ、今協議中ということで、まあ、時期的な目安はありませんでしたけれども、早ければ年度内とかですね、その協議の結果、まあ、いつまでに結論を区切って、やるとか、あるいはいつまでにしたいとか、知事のお考えがあれば教えてください。まあ、できるだけ早期にね、時間したいという思いはあるんですけども、要は相手側も、維持管理経費等々についてね、いろんな、
市単体での負担がないのかどうか、向こうは向こうでそういう検証すると思うんですよ、効果とコストの検証。だからあまりこちら側で、なんかあの押し付けるようなことになってはなかなかまとまるものもまとまりませんから、時期をいつまでということでこちらからあの期限を切るつもりはありません。ただ、検討していただいたのも大東池田等々は、具体の検討まで入っていただいてますので、まあやれると。で、大阪市以外で衛生市で初めてですので、そういうところが受けていただいてうまいこといけば他市町村も、まあ参加いただけるのかなというふうには思っています。今日はもう住民の人から見たときにね、民営住宅だろうが市営住宅だろうが同じなんですよ、だから身近な住まいっていうのは本当に、こう日々いろんな、こう問題等々、まあ例えばそういう庭の草刈りだとか、そういう公園の草刈りだとか、日々そういうね、やらなければならない課題が出ますから、できるだけやっぱり身近な自治体が、運営をしていただく方が住民の皆さんの声が届きやすいと思っています。それからもう一点、最後にお答えいただいた管理の話ですけれども、ちょっとすみません、これ勉強でよくわからないんですが、その今 どこまでその決まっていて、このままどうなりそうかということを担当課の方からでも結構です。もう少し教えていただけますか。府営住宅についてはもうすべて今もちろん公社も参加しますけれども、その管理運営委託業務については民間と同じ土俵で切磋琢磨して競争して、管理業務を受けてもらってます。受けてもらってます。その結果、ちょっと正確な数字は、言いますけど、全部大阪府供給公社がやってた時と民間参入をしていただいた合では1年間の時間経費は約10億ですね。10億、今まで税だけで税を投入したのが10億ぐっと抑えられる、コストを抑えられる。で、民間は仕事増えてるし、そこまでは分かったんですけど、移管後の話ですよ。移管後の話は、大阪市に移管をすると、大阪市がその事業をやらないんです。地元市長は、今の市営住宅、大阪府で維持管理、運営、民間が入ることによって、まあ、要は税はぐっと抑えられたし、サービスも向上した。満足度上がっていると、住民の。大阪市でそれやろうと思ったら、大阪市市議会の方が反対してます。意味わかりませんよ、その裏に何があるんだろうかね。皆さん調べてもらいたいと思います、ね。だから、今度、府営住宅が移ってから、今契約している間は、民間が、もうこれはもう契約できる。でも、それが切れたときにね、またね、市営、大阪市住宅供給公社で全部やるということにならないようにね、してもらいたいと思います。管理 その権限をどうするかっていうことをその、まあ、理解で図るような形になるということなんですか。まあ、そうですね、はい、そういうことです、はいはい、ありがとうございます、はい、他にございますか。よろしいでしょうか。大阪会議の人が近づいてるんですが、まあ、改めてですね、まあ、どういうふうに今初回に臨みたいとお考えなのか、初回の会合にどういう姿勢で臨みたいとお考えなのか、まあ、2時間ぐらいの時間と聞いてるんですが、まあ、どこまで議論が進めれるのかなというのは、こちら取材しててもなかなかイメージがつかみにくいなと思っているところなんですが、知事としてはどういう点を初回の会合に持ったりしたいと。いや、もうまずは会長決まりますわな。ここはもうずっと当たり前の話だけど、でその後規約が決まって、その後議題で、議題も
これは大阪会議の議題は、大阪会議がそもそも大阪都構想の会議案なわけやから、大阪都構想は二重行政を解消するというのが大きな目的、大きな、大阪都構想の、課題やったわけですね、二重行政解消が。で、大阪都になれば二重行政はもうこれ自然となくなるわけです。一本化なんですね。で、その目的は豊かな大阪を作っていこうということで、そういう手段は大阪都構想が我々二重行政をなくす手段だったんです。で、自民党は大阪都構想じゃなくても二重行政は解消できると、で、大阪会議というのを提案し、で、だからそれやろうじゃないのって言ってるわけで、で、今、僕や橋本市長、それから、皆さんも、皆さんももう十分理解されてると思うけども、二重行政っていうのは、それぞれの役所が、行政がお互い同じ仕事をしていることを二重行政っていうんです。二重行政。これを解決するかどうか。だから今までも統合本部会議で僕と市長と橋本市長で二重行政はこれだよねっていうのはもう4年間、その課題を、課題を掲げて解決方法を出してきてるんでね、あとはそれを議題に載せる、もうごく当たり前の話です。にだからそれをしっかりね議題に載せれるのかどうか、見ていただきたいと思います。議題に乗らなかったらやる気ないと。だからもう単なる都構想で、を、もう自分たちのもう何かなポジションを守りたいがためにね、大阪会議で解決できるっていうね、そういう、これで議論さえ、そういう議題さえ乗らなければ、まさに、カッコつけただけの会議体をつけ、自民党は言ったんだなということになりますね。もう議題の部分ですが、一応すみません、議題は、会長からも、議会側からも提案できるような仕組みになりそうな感じなんですか。それはもう両方から提案できないとおかしいですよ。感じになりそうなんですかね。それできんかったらね、結局大阪会議っていうのは自分たちの身分を守る大阪市の市議会議員のバッジを守るためだけに嘘で任せて都構想を反対派を煽っただけのものや、こういうことじゃないか。できて当たり前じゃないか。じゃあかなり会長の権限なんかについてですね、会議の人間さんの権限なんかについても、若干その元取り組み方に対しての案に対しての議会側もいろいろ思うことがあるみたいですから、ちょっとその辺で終わってしまうかなと思ってます。どこの議会、まだ第1回目も開いてないのに、どこの議会が、何をこういうことを言ってるのか、そこは取材してね、それはおかしかったらそれを書かなきゃ言ってることおかしいですよって、それを書かなかった読売新聞。どうもありがとうございます。他にございますか。NHK の水野です。今の大阪会議に関してなんですけれども、別に都構想の議論の時も言っていた、要するに二重行政そのものがあるのかないのか、あったらどう問題なのかを検証するというふうにやっぱり主張している会話はやっぱりあります。それについてはですね、それについてはいかがですか。だからあるのかないのかって、このもう今日ここでね、記者の皆さんずっと取材しててね、大阪で取材してて、二重行政ないと思ってるというか、ちょっと手挙げてもらいたいと。一人でもいてるんですかと、大阪の、もちろん記者の皆さん取材してて、大阪に二重行政がないという人、ないという記事をね、社説で書いてください。一切ない。大阪府民、市民にしたら、みんな分かってます、二重行政あるのが、あることが。
それを自民党がないあるかないかも含めて、まさにもう自分たちの身分を守りたいがために、そういうあの大阪会議というものが都構想の廃案になりうるというね、そういうこう出任せを、住民投票の時に言ったということでしょ。それだからあるんです。というのもこれは僕と橋本首相になる以前が二重行政を解消するために、その磯村さん、太田さん、この時代から解消するためのそういう協議会は設置し、議会もそれを認めてきたんです。あるのは分かりきってる。だからそれを今更ね、あるかないか含めて、それこそね、もう無責任極まりないじゃないですか。だからもうないという各報道機関の皆さん、記者の皆さんもないという人を言ってるんだな、こういうことでないと、さっき記事にしてもらったというか、今ないと思ってる人、本当に一人でもおるんかな。そうなりますと、そのような主張が、あさっての会議で出れば、それがその時をするということ。それはそうですよ、はい、そういう主張を言うと、これはもう、ちゃんと NHK のカメラで撮っていただいて、12時のニュースで流してください。おかしいでしょ、それは。要は、住民投票の時には、別に都構想にしなくても、この大阪会議で解消できると言い切ったわけでしょ、住民投票共産党まで。それが終わったら、まあ、水面下でちゃくちゃね、どうやって大阪会議で自分たちの主張がもうバレないようにね、適当なこと言ったのかバレないようにしようなんていうね、孤独な手段はダメですから。これも二重行政解消の議論します、大阪会議。ご苦労ございました。よろしいでしょうか。それではこれで記者会見終了させていただきます。